どうも皆さん、メリークリスマス、メリークリスマス。皆さん、本日はですね、2019年12月24日、まさにメリークリスマスイブ。クリスマスイブにはやっぱり歌いたいですよね。クリスマスソングのメドレーをやりたいと思います。このガゼレレ YouTube チャンネル、もう何回となくこの、ね、もう毎年クリスマスが来るわけでございまして、レッスン動画とかやってるんですけど、今回はですね、思いっきりもう今までの集大成みたいな感じで、ドーンとただ気持ちよく思いっきり演奏する、クリスマスソングの土定番曲3曲をメドレーでお届けしたいと思います。この本編やった後に、ちょっと軽い解説をしますけれども、まあもう皆さんきっとね、合わせてすぐ弾けるんじゃないかな。皆さん初心者の方は4つ弾きで弾いて、弾ける方は8ビートで、今日はちゃんとこの毎年恒例のこのベルをね、ハンドベルをつけて弾きますからね。はい、まあクリスマス、今日はクリスマスパーティーとかね、そんな方もいっぱいいると思いますから、くれれ持っていって一緒に歌いましょう。それではいきますよ、クリスマスソングメドレーやってみる。まして三拍子の曲、きよしこの夜やってみます。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。きよしこの夜、星は飾るのは赤花のトナカイ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑い元。でもその年のクリスマスの日、サンタのおじさんは言いました。ガズレレ流クリスマスソング3曲メドレーでお届けしました。これ一気にやるとね、なかなかテンションが高くなるんですけどですね。はい、まずちょっと解説しましょう。まずね、どんな感じか、ちょっとこの楽譜、見よう、楽譜を。はい。これはですね、言っときますけどですね、今日ウクレレ触った方でもできますよ、これ。
あ、そうだ、中にあるかもしれない。今初めてこの動画見たという方、ウクレレやってみたいと思った方、このリンク先行ってください。このリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の順番通りにこのウクレレ触ってね、やってるだけでもすぐできるようになりますからね。ぜひぜひ。はい、そのぐらい今日はね、このコードが3つとか4つぐらいのやつなんでね、もう一回ちょっと、じゃあジングルベル移しましょう。これささっとメモって、これカンニングペーパー見ながらだったらもう今夜のね、クリスマスパーティーってこれもう演奏できますから。歌はみんな歌ってくれるからね、頑張ってください。で、このガゼレレ流のジングルベルの、なんていうのかな、決まり事はこれですね。ヘイと、ウーと、オーレーです。この掛け声を最初に仕込んどいてみんなで盛り上がるっていうのが一体感が増していいんですよ。ヘイと、ヘイと、ウーと、オーレー。これ三段活用。これで、演奏してる人とこのみんながね、一体になる。ヘイ、ウーの時はもうちゃんとこれ、ウーってこれちゃんと手をこうやってやるんですよ。はい。全部こういう振り付けまでパッケージになってますからね。はい。で、その次やったのがこの、キヨシ、この、この曲はこう3拍子なんで、1、2、3、1、2、3ってなるんですけど、これ、白い丸が書いてあるでしょ？ここの1個につき3回弾きます。キヨ、1、2、3、このよ、1、2、3、1、2、3、1、2、3って進んでいきます。これメモってくださいね。これもまあ、結構比較的簡単にできると思います。はい。はい、で、最後やったのがこれ、赤花のトナカイちゃん。このトナカイちゃんがまあ、今夜はこれ活躍ですからね、これね。はい。で、最後のとこ、ここ3回繰り返して終わったというガズレレアレンジで、一時停止でメモってください。で、動画のテロップの方が分かりやすかったら、動画のテロップをメモっていただいてもいいんですけど、まぁ、ちょっとじゃあ、ささっと解説ね。まずこのジングルベルは8ビートのチャというリズムでしたね。はい。で、この赤穴のトナカイも8ビートのチャというリズムで、ちょっとシャッフルでこう跳ねてる感じがいいと思います。この鈴がね、これがかわいい。まさにこれジングルベルみたいじゃないですか。これ1年に1回登場するんですけど、Amazon で買いました、これは。こういうのつけてやるとね、またテンション上がると思いますんで、はい。で、この、清子の夜はもう本当にシンプルに3回ずつ弾いていたということで、まあ、これは比較的簡単だと思いますが、一応8ビートとか8ビートのチャのリズム。このリズムをちょっとやりたい方、ここのリンク貼っときます、一応。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、8ビートのチャとか、8ビートというリズムをやってみると、このノリが結構出ると思いますんで、とにかく楽しんでください。でもそんなね、細かいね、こう技術的なこともありますけど、もうクリスマスという日は、やっぱり思い切りこう4つ引きでも、もうみんなでこうね、時間となってサンタさんとね、トナカイさんとお祝いしようぜみたいな、なんかそういうのがやっぱり大事だと思いますから。ですのでやっぱりね、歌にもう全神経を注いして、この思いですよ、感情ですからね、そこにこう全部これ乗っけて、その伴奏としてウクレレがあるという感じで、もうクリスマスはただこのそこに夢中になって楽しむというのがいいんじゃないかな。世代を超えて楽しめますからね。今日はね、まあそういうわけでクリスマスイブなんで、こんな感じで思いっきりみんなで歌いましょう。ウクレレっていい楽器ですね。こういうのちっちゃいのにそのみんな一つにする。皆さんもウクレレ始めましょう。もうどんどん音楽やっちゃいましょう。どうもありがとうございます。ガズですけども、このウクレレ持ってですね、いろいろ飛び回ってらしてもらってるんですけど、2020年もどんどん行きますよ。まずガズレレホームページ。ここでいろんなことゲットしてください。ここを見ると、YouTube 見るのもこのガズレレ .com のホームページからです。リンクもここに貼っておきます。お願いします。で、今日使ったのはですね、これガズのわがままウクレレっていう、この G って書いてあるガズがプロデュースしてる、ベトナムで作ってる、オールハンドメイド、オールタンバーのすごく高機能なウクレレなんですけど、今日はこのコンサートサイズって大きいのを使ったんですけど、なんとこのウクレレが予約販売、ちょっと今大人気でですね、もう予約で何人も待っていただいている状況なんですけど、12月24日の正午12時に、ここで、予約注文できるので、もしご興味ある方はちょっと覗いてみてください。お願いします。あとはガズレレいっぱい本出してますからね。この本はリットミュージック社というところが出てる本で、これ2冊ぐらい出てるんですけど、もう4万部に近い迫るね、もう大ヒット商品になっておりまして、わかりやすくて簡単なんですよ、とにかく。で、みんなで一緒にやろうという、この、エナジーが入ってるような本なんで、ぜひ皆さんもご活用くださいませ。ありがとうございます。とにかく今日はクリスマスイブだよ。ウクレレ持って大合唱しましょう。ありがとうございます。さよなら。